川内宏君、川内です、大臣よろしくお願いいたします。役所の皆様お願いいたします。尾身会長よろしくお願い申し上げます。今中島先生のですね、議論最後のところで話題になっておりましたけれども、大阪の状況ですね、大変心配をされるわけですけれども、途中で尾辻、議員からですね、自宅療養で3月に8人亡くなっているという発言が出たんですけれども、私もちょっと正式に政府からお聞かせいただこうということでご通告を申し上げさせていただいているわけですが、大阪府でですね、自宅療養者、ホテル療養者の中で3月、4月、現時点までですね、残念ながら亡くなられた方々の人数を大阪府に聞いてご答弁くださいというふうに申し上げてございますが、いかがだったでしょうか。正林健康局長。今日午前中に先生からそういう通告を受けましたので、先ほど急遽大阪府に照会をいたしました。把握した限りでは、死因調査中を含め、新型コロナウイルス感染症関連死として自宅においてお亡くなりになった自宅療養中の方は3月1日から4月の21日までで6人、宿泊施設で宿泊療養中にお亡くなりになった方は0人とのことでありました。川内宏君。はい。6人の方が自宅療養中に亡くなられたということでございます。自宅療養をしていて亡くなるというのは、急変をして亡くなるということであろうというふうに思います。で、今正林健康局長さんは午前中に言われたんで急遽聞いたら6人だったと。新聞の記事では、兵庫県ではですね、神戸市自宅待機中の患者死亡相次ぐということで、2日連続でですね、ご自宅にいらっしゃる方が亡くなられたというふうに報道されておりますが、兵庫県の状況などは、そうすると厚生労働省としては把握しておらないということですかね。正林健康局長。今は把握しておりません。川内宏君。大臣、これ由々しき事態だと思うんで、早急にこの体制を、改善して、どういう状況になっておるのかということ、変異株は感染力も強い、そしてまた強毒性もややというよりだいぶ強いというふうに言われておりますので、その辺の全国の状況をですね、しっかりと厚生労働省としても今後把握をするということでよろしいですか。田村厚生労働大臣。感染拡大しているところが中心になると思います。毎日といいますと、ちょっと負荷が現場も今大変でございますので難しいと思いますが、一定期間でですね、お出しをいただくようにお願いいたして、させていただきたいというふうに思います。川内宏君。そこで今度またさらに心配なのは、このインド変異株というですね、二重に変異した株がインドでは大流行をしていると。で、日本でもですね、昨日加藤官房長官からですね、国内で5人その変異株の方が判明をしたというふうに報道されて、官房長官が会見で発言をされているわけですが、国内で5人というのはですね、委員長気になりますよね。国内のどこで5人、感染が判明したのかということをですね、事実関係を教えていただけますでしょうか。正林健康局長。インド株についてですけど、まず4月の16日に、WHO の定例会見で、インドから報告されている変異株 B1617 について、2箇所の変異、これ E の4849と、それから
L452R が確認されること、それから昨年末にインド国内の2州で初めて確認されて以降、インド国内でこの変異株患者の割合が増加していること、また一般的にこの2カ所の変異が免疫ワクチンの効果や感染性に影響を与える可能性があることなどの見解を公表したことは承知しておりますが、現時点でこの変異株が感染拡大に影響を与えるとの知見は得られておらず、懸念される変異株 VOC と呼んでますけど、や注目すべき変異株 VOI と呼ばれてますけど、そういった取り扱いにはなっていないと承知しています。でこれらの変異はゲノム解析により検出することが可能であり、国立感染症研究所によると我が国ではこのインドで報告された変異株が計5件、見つかった場所ですけど空港検疫で4件、それから国内事例で1件が確認されています。現在国立感染症研究所においてこの変異株に関する情報収集評価分析を進めており、取りまとまり次第お示しする予定であります。川内博史君。今のところ当局としてはこのインド変異株についてはその感染性、強毒性について、WHO も特に言及をしているわけではない。ただし、国内事例が1件と、この方、日本人ですね。塩林健康局長。国籍は公表してないと思います。川内博史君。いずれにせよ、市中感染が、このインド株においても、最初は1人から始まるわけで、感染が拡大が懸念をされる、これも注意をして見ておかなければならないだろうというふうに思います。で、そういう中で緊急事態宣言が発出をされるわけでありますけれどもですね、私は政府が、オリンピックのために聖火リレーをやり、密を作りですね、そしてまたバッハさん、関係ないとはおっしゃってるけれども、バッハさんの来日前に緊急事態宣言の期限をセットするということでですね、ところが国民にはですね、ゴールデンウィーク、どこにも行かないでくださいと、ちょっとあんまりじゃないかなというふうに思うんですよ。で、しかも関東では東京だけというですね、付近の周りの県はまん延防止措置だということになってるわけですけど、さっぱり意味がわからん、何をしたいのかと。で、関東で東京だけっていうのはいいんですか、尾身会長。尾身独立行政法人地域医療機能推進機構理事長。関東の3県ですよね、これについては今重点措置がかかってまして、と同時に今東京とその周辺の3県は感染状況がかなり違いまして、3県については今のところステージの4に行ってるというふうには判断してません。したがってですね、3県については重点措置という新しいツールができたわけですから、それを徹底的にやっていただきたいと思います。で、東京の場合には今日こういうことに、おそらく政府対策本部でなると思いますので、そういうことで緊急事態宣言の重点措置という言葉は違いますけど、しっかりやるという意味では同じなので、しっかりとやっていただきたいと思います。川内博史君。尾身会長もだんだん1年経って政治家みたいになられてですね、その私は科学者としてのですね、良心をもうちょっとしっかりと国民に伝わるようにご発言いただきたいと思うんですけど、蔓延してからまん延防止措置、もう大変だとなってから緊急事態宣言ということではですね、本当に国民の心配は収まらんと思うんですよ。で、今回人流を抑えるためと、人流を抑えるためといってですね、百貨店、商業施設、スポーツイベント、休業要請かけるわけですね。じゃあ昨年の年末、我々が散々、GoTo トラベルはちょっと考えた方がいいんじゃないでしょうかと申し上げたときにですね、
人の移動では感染は拡大しませんからと、人の移動だけで感染が拡大することはありませんですからと尾身会長おっしゃってらっしゃいましたけど、今回は人流を抑制するために、休業要請、商業施設やイベントに発出をする、デパートにも発出すると、これもう大変な経済的な打撃になるわけですけれども、それを今回はいいよというふうに、専門家の会合も判断したということなんですね。人が移動するだけでは感染は拡大しないのだという考え方を変えたということでよろしいですね。尾身独立行政法人地域医療機能推進機構理事長。まず私の発言をですね、政治家という話ですけど、私は一応の議事録を見ていただきたいと思いますけど、私はずっとこの1年科学者として発言してきたつもりでございます。それから、人の移動についてはですね、去年これもですね、どっかで私はおそらくあれは、GoTo の時だと思いますけど、人が旅行することだけでは感染はしないけれども、それによって飲食の場とかということで申し上げたので、私は人の移動が原因だとか、まあ、切り取られるということが時々、これは私の表現の拙さのこともあるかもしれませんけれども、人の移動が GoTo をやった時も、実は GoTo をやればですね、人の接触が増えるということで、我々はかねてからなるべく早くということで、これだけは申し上げたいと思います。それから、まあ、飲食店のこと等はですね、状況は変わっております。今の状況はどういうことかというと、いくつか私は重要な点があって、例えば商業施設を今回閉めるということは我々も賛成しました。その心はですね、まず一つは今回明らかに変異株の影響というのが今回新しく出てきた現象でございます。それからまあ委員ご承知のように、まあ東京を中心に非常に感染が厳しくなっている、それから大阪ではもう医療の逼迫が起きているということ、それから全国的に感染がまあ拡大しつつあるということ、それから感染の場がですね、去年の第2回の時は、まあ飲食を中心にまあ感染が広がっているということが分かっておりました。しかし今回にはもうこれが職場、学校、カラオケ施設、家庭等、まあ言ってみれば感染のがしやすい、地域の中でしやすいという状況が来ている。でその上に、まあ、これは、まあ、人々の心理学的な、まあ、これは私どもそうです、私もそうですけども、この1年やってるなかなか慣れてくるし、まあ、もうそろそろ解放されたいという気分は私自身もあります。そういうこともあって、多くの人は協力をしていただいてますけども、一部の人々の感染対策が、まあ、必ずしも期待されている方でないということも事実ですよね。そういう今現実があるわけです。変異株があって、しかもこう比較的若い人でも重症化する、感染しやすいだけじゃなくて、そういうことを踏まえると、今やりたいことは何か、今やるべきことは何かということを一言で言えば、私は人と人の接触のを軽減するということであります。したがってその目的のためには、いわゆる商業施設というものもですね、あればどうしても人は、私自身も行けば行きたいと思う、これは人間の心情ですよね。そういうところが空いていれば、人々は行きたいっていう気持ちがありますよね。これ誰のせいでもない。そういうことをなくして、人と人の接触を絶たないと今の状況を改善することができないので、今回は必ずしも商業施設で感染が起きている、しょっちゅう毎日起きているというわけではないですね、というまあ哲学があって、今回はそのことについては私たちは賛成をいたしました。川内宏君。まあ、大変立派な尾身会長にですね、私みたいな本当にポンコツがですね、このようなことを申し上げるのは大変口はばったいわけでありますけれども、お許しいただきたいと思います。私も危機感を持ってますからね。だから尾身会長にしっかりしていただきたいのでですね、あえて申し上げますが、3月末に
この本委員会で大阪の感染状況について問われて、尾身会長はですね、いや変異株じゃないと、宴会だと、会食だとおっしゃったんです。で、いや私もバカじゃないですから、一般的に人が移動すれば感染が拡大するねということは分かってます。だから今回の措置についても分かりますよ。だからこそですね、政府の偉い人たち、幹部は、政治家はやっぱ経済のことを考えるので、どうしても判断がちょっとずつ遅れがちになってしまっているのではないかというのがこの間の、みんなの反省だと思うんです。そこで尾身会長らの専門家がやっぱり歯に衣着せずにですね、言うべきことを前々に言っていただくと、こうだと、もう変異株、大阪変異株心配ですよということをおっしゃっていただくと、で対処してねと、経済のことはちゃんと保障してねというのは、我々与野党がですね、与野党で協力してやるわけですよ。そこをですね、尾身会長にはぜひお願いをしておきたいというふうに思います。尾身会長、私の演説を聞いていただいてありがとうございます。それではお仕事に戻られてください。ありがとうございます。ありがとうございました。で、田村大臣ね、この、人流を抑えましょうと、ある一定期間理解しました。しかしね、一番大事なのはやっぱり検査することだし、そして保護することだし、そして医療の体制を整えるということだというふうに思うんです。で、先ほど大阪のこれも自宅療養者が9200名、ホテル療養者が1500名というですね、ご答弁があって、約1万2000名の方がですね、病院に入れていない、重症ベッドももう足りなくなっているということでありますけれども、この緊急包括支援交付金ですね、緊急包括支援交付金4兆6000億措置されたわけですけれども、病院までですね、病院まで予算が執行されている額は、現時点においておいくら出ますか。正林健康局長。お答えします。ご質問いただいた緊急包括支援交付金については、2月28日時点で医療機関等から都道府県への申請額は約 1.8 兆円で、このうち都道府県から医療機関等への交付済み額は約 1.5 兆円であります。川内宏君。4.6 兆円の予算のうち、結局まだ 1.5 兆円しか病院に行ってないわけです。3兆円行ってないんですよ。だからこれも繰り返し私は申し上げてますけどね、大臣ね、この事業をこういうことしたらいくら交付しますよと、この事業をやったらいくら交付しますよと、メニューが細かく分かれすぎてて、今、そんなことやってる場合じゃないということなんです。だから、大臣ね、大臣、ちょっと聞いて。いい、だから例えばね、私 の親戚の病院でもね、保健所から受け入れてくださいよって言われて、分かりましたと、民間病院ですよ、受け入れてくださいよって言われて、分かりましたって言って、2人患者さんを受け入れるのに、20のね、一般病床を閉鎖して2つベッドを用意しましたとこの前言ってたんですよ。じゃあ一般病床の年間の売り上げって大体平均的にいくらぐらいになりますか。浜谷保健局長。お答えいたします。年間ですか。年間令和元年度の医療経済実態調査によりますと、
これ療養病床等も含みますが、一般病院の100床あたりの入院診療収益は、1事業年度におきまして約 13.3億円でございます。川内博史君。そうすると100床あたりだと 13.3 億円だから、1床あたりだと1300万円ですね。1300万円。浜谷保健局長。お答えです。ご指摘の通りでございます。川内博史君。だいたい1ヶ月100万円ですわな、院長ね。で20ベッド潰すと2000万円売り上げなくなっちゃうんですね、1ヶ月結局で。2つベッドを用意しました。だけどコロナの患者さんを受け入れて診療報酬を何倍にしましたよって言われてもですね、それじゃあ全く釣り合わないから民間病院はなかなか受けられないわけです。じゃあそれどうやって受け入れるようにすればいいのということを政府としてですね、ここでもう一回ちゃんと考えた方がいいよというふうに多分みんな思ってると思うんですよ。まだ3兆円だから、3兆円。大臣、そう思いません？一生懸命僕語ってるんですけど、はい、田村厚生労働大臣。すみません、聖徳太子はございませんが、なんとか2つは聞けますので申し訳ありません。いや実はですね、これ今も先ほどちょっと聞いてくださいって言ったときに2月の数字なんですよね。で私もこの数字知ってて 1.8 兆円ですね用意して、それが交付決定が 1.7 兆円、交付済みが 1.5 兆円なんですよ。これもう2ヶ月経ってるのになんで同じ数字言ってんだと、早く出せと、あれから2ヶ月あるかもっと進んでるはずだっていうんで今指示出しましたので、またご報告させていただきたいと思います。それから基本的にですね、空床保証、潰したところに対して一定の保証が、例えば重点化病院ならばそれなりの金額がついてるはずなんです。で今のお話がどれぐらいつくのかってちょっと私も試算してないのでわからないんですが、ちょっとこれはこういう場合にはどれぐらい出るか、また委員にはですねお伝えさせていただきます。計算して川内博史君。いやだからいくら執行されてるのかっていうのは、まあ、ファクトでね教えてくださいって言っただけで本質じゃないんですよ。要するに民間病院でもですね、患者さんを受け入れやすいように、そしてそのせっかく国会が議決して予算を用意したわけですから、その予算を有効に使って、民間病院が患者さんを受け入れやすいように、結局空床保証でこうしたらこうですよみたいなねことではなくて、もう受け入れるよと言ったところにはドカーンドカーンドカーンとですねお金をつけて、医療従事者の処遇を含めてですよ、処遇を含めてしっかりと何も心配ないから受け入れてねという国がそういうもう分かりやすい制度をですね仕組む必要が、こういう状況の変異株の中でですねあるのではないかと、緊急にあるのではないかということを、申し上げさせていただいたというところでございまして、ぜひ、聡明なるですね、賢明なる田村大臣ですから私の意を受け止めていただいて、ご検討いただけるものというふうに、勝手に理解をしたいというふうに思います。ここで変な答弁もらってもしょうがないですからね、はい、ちゃんとした答弁言う、はい、どうぞ。田村厚生労働大臣。ということでしたのでね、重症化病床にその先ほど言った1000数百万から1950万、それパンとこれ重症病床一つ用意したよって言ったら、それで1950万ということを年末やらせていただいたというのは、まさに委員がおっしゃられる、前々から言われてますから、そういうものも我々も勉強させていただきながらそういうことをやらせていただいたということ。川内博史君。いやいや、だから重症化病床はね、そうだけど、要するに今問題なのは重症から回復した人がこう転院して、回復するまで、いる病院がなかなか見つからないねとかですね、そういうことを全体のですね、全体の体制を申し上げているわけで、そういう重症化病床だけではなくて全体の体制をしっかり考えてねということなんですよ。どうですか、はい、田村厚生労働大臣。定員のところにはですね、加算3倍、3倍じゃない6倍か6倍というのをやりましたが、
なかなか進まないということも含めて、私も問題意識持ってるんです。ですから、どうあるべきかというのは、これ財務省との関係もありますから、私も軽々なことは言えませんが、我々も要するにうまく患者の方々が移動していただかないとですね、せっかくある病床が有効に使えないんですよね。ですからこの後方支援も含めてちゃんと対応できるようなことを考えてますので、委員のおっしゃっておられることは我々も本当によく理解させていただきながら参考にさせていただきます。川内博史君。もうここで私の残り時間があと7分ということでですね、法案の審議がもう全然できないんですよ、委員長。やっぱこういう状況ですから、これは仕方ないですよね。だから法案の審議も我々はちゃんとしなければならないし、来週ですね、本当に高齢者の後期高齢者の皆さんの負担を増やす、法案ですから、十分な議論をぜひぜひですね、さっき院長職権の話もありましたけどですね、もう院長、日本をよろしくお願いしますよ、本当に。ぜひ十分な審議時間をですね、お取りいただけるようにお願いをして、残りの時間、この、法案の質疑をさせていただこうというふうに思いますけれども、先日ですね、もう宿題になっておりました、この全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案、この法律案が完全施行された暁にですね、必要となるシステム投資額の所要について、分かる範囲で概算を教えてくださいということを申し上げておりました。いかがなりましたでしょうか。浜谷保健局長。お答えいたします。先日の質疑でご宿題いただきました。まず窓口負担、2割負担の見直しにあたりましては、負担割合の設定とか、あるいは配慮措置につきまして、国が構築いたします広域連合の標準システム、それから関連するシステムの改修が必要です。このための経費ということでございますけれども、やはり実務を担う広域連合と十分に調整した上で実施する必要がありまして、金額を現段階で示すのは難しいわけでございますけれども、参考といたしまして、後期高齢者医療制度における、過去の制度改正でどれぐらいかかったかといいますと、後期高齢者の医療制度の創設時の広域連合の標準システム等の開発費用は33億円程度でございました。また高額療養費の上限額の変更、これ、平成29、30年度に行いましたけれども、これに伴う広域連合標準システムとの改修費用として57億円程度となっております。こういった金額が参考となるものと思います。川内博史君。これは この法律案の中の後期高齢者の医療制度に関わる部分についての過去のシステム投資の額が、33億と57億、これは大体開発して保守運用も大体毎年同じぐらいの金額がかかっていきますんでね、そうすると今回も何十億というお金が毎年かかり続けるということになると。で、これはこの法律案のこの一つの事業だけですね。じゃあこの法律の中で、システム投資が必要な他の事業というのもたくさんあると思うんですけれども、網羅的に挙げていただけますか。浜谷保健局長。お答えいたします。今回の改正でシステム改修が要するものでございますけれども、一つは40歳未満の事業主検診情報の活用に向けたシステム改修、それから国保制度における子どもにかかる均等割保険料の減額措置の導入に向けたシステム改修、それから生活保護のオンライン資格確認のシステム改修、こういったものがシステム改修が必要なものと思います。川内博史君。このシステム改修にかかる経費というのは財源は何なんですか。浜谷保健局長。
これは今申し上げたものにつきましては、過去の類似のシステム改修経費としては、一定の国費での補助を行っております。でちなみに特定健診につきましては平成29年度に特定健診保険指導のデータの国への報告あるいは研修費用の決済に必要なシステム改修等の費用として36.1億円を補助いたしました。また国保関係でございますけれども令和2年度に平成30年度の税制改正に伴います対応といたしまして国民健康保険の市町村事務処理の標準システムの改修費用として 2.7 億円を補助したことがございます。川内博史君。国費ということ要するに一般財源で補助したりシステム構築をしたりするわけですよね。だからさまざまなこの法案の実現のためにですねおそらく三桁億円のですねシステム投資が必要になる。そしてそれは毎年かかり続けていくであろうということでですね、事業のその経費費用対効果というものをですねしっかり考える上では今後こういう法律厚生労働省はシステムの塊ですから法案と同時にですねシステムの投資にどのぐらいかかるのかということも概算で委員会審議にですね今日していただきたいというふうに思いますけれどもその辺大臣いかがですか。お約束いただけますか。田村厚生労働大臣。先ほどよく似た事例でですねこういうものがありますというそういう説明ではございましたが実際それがどれぐらいかかるかっていうのはですねちょっとやはり時間がかかるからリードタイムといいますか法案通ってからもうやはり一定期間準備期間がいるのでそういう意味ではちょっとですねなかなか言われている委員が求められているような金額といいますかオーダーのものがね出せるかっていうとちょっとやはり物によっては出せるものもあるかもわかりません。でも難しいものはやはりなかなか難しいということはご理解いただければというふうに思います。川内博史君。なるべく努力してですねやっぱり多分これ与党の先生方もみんなそうだと思うんですけど大体どのぐらいかかるのというのはやっぱりこう知った上で議論していくということが必要なんじゃないかというふうに思います。で最後の質問なんですけど永瀬効果についてね先ほど長妻先生との間で議論になったんですけど 2.6% というのはその、なんだっけ高額療養費制度がフルに利用された場合さらに配慮措置がフルに利用された場合というのを前提としている。でこれまで大臣はその 2.6% の数字をおっしゃるときにですねこれは高額療養費や配慮措置がフルに利用された場合の数字だよということはおっしゃっていらっしゃらなかった前提条件をおっしゃっていらっしゃらなかったということに関してはですね前提条件言わなくてごめんねとそこはちょっとごめんねと言わなかったよということはですねやっぱここで最後言ってくださいよ。そうじゃないと長妻先生も引き下がれませんよ。どうですか。田村厚生労働大臣申し合わせの時間が来ておりますので別に長妻先生がそれ聞かれているわけではないんですけどもただこれスタートした時という意味でですね申し上げたんですが誤解も招きますから実際問題この配慮措置がなくなった後はですね、違う数字が出てくるということは事実でございますのでそういうことは正確に私も申し上げるようにいたしたいと思います。川内博史君。いやいや、前提を言わなかったことは悪かったねと、ちょっとごめんねと、それは人間としてちょっとちゃん言ってくださいよ。申し合わせの時間が経過しておりますので、委員長、そんな厳しいこと言わずに、ちょっと最後、判決に答弁をお願いいたします。川内委員には本当に、しっかりとこれから説明できなかったこと、お詫びを申し上げたいと終わります。